はですね、一昨年ぐらいに廃校になりましたね。144年間の歴史を終えましたということで。Monsieur Koichi Koike a partagé avec nous son ressenti sur le désastre de la centrale nucléaire depuis l'école primaire Onami de la ville de Fukushima, à environ 57 km de la centrale nucléaire TEPCO Fukushima Daiichi. Après le désastre, une séance d'information sur la décontamination a eu lieu à l'école.放射線量が高かったので1億以上のお金をかけてこの周りを剥いだんですけど、すぐそこも山ですからね、あっちは除染できないですからね、基本的に。Afin de décontaminer la zone, une séance d'information a été organisée au préalable à l'école. ここの体育館で何時、7時ぐらいから始まったのかな。で説明会なので説明をして、はい、あっという間に終わるだろうと思ってたのが、延々といつまで経っても終わらなくて4時間以上やってたの、うん、説明は除染やりますっていう説明、単なるとにかく、うん、除染するよりはここにいる若い人たち、子どもたちをまずお金をかけて避難させましょう、女性なんかいいからっていう話をして、結局でもそれは最初から結論ありきで説明会やるので、まあゼネコンの金儲けに利用させられるだけなんですけど、300人ぐらいは来てたような。ここの人数が人口が多分900人ぐらいなので、で個数的に300ぐらいなので、ほとんどの人が来たっていう感じで。ね、中は分からないけど。Monsieur Koike était dans la préfecture de Fukui le jour du tremblement de terre. En apprenant la nouvelle le lendemain, le 12 mars, il s'est précipité à Fukushima. 12日のお昼に、駅前でなんか号外出てるよって持ってきてくれた人がいて、で号外見たら、福島第一原発メルトダウンっても出てました、新聞。福井の新聞の号外、次の日で。こっち来たら誰もそんな話してないんですよね。いや、こっちはそんな記事ない、ええ、で新聞もお休みでした。で慌ててもうすぐにそこから帰ってきたんですけど、帰ってきたのはいいけどね、東京までしか来れなかった。東京から先が全然交通手段がなくて、一便だけ郡山行きのが出るらしいということがあって、新潟周りで帰ってきたんだけど、その一便だけでその後数日出なかった。帰ってきて、であんまりにもね、福島がメルトダウンしたっていう割には静かで、バス降りた途端になんかね、皮膚がピリ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 っていう金属をなんかこう感知するような雰囲気のがあって、そしたら15日にいきなり福島市で25マイクロシーベルトパワーっていうのがいきなり発表されて、あ、これはもうダメだと思って、で子どもたち先に新潟周りで静岡行って1ヶ月2ヶ月くらいいたのかな、ずっと。ちょっとそこのところにガソリンスタンドがあるんですけど、そこの隣で何て言うんだろう、移動の観測車止まってて、そこの値が50マイクロシーベルトパワーですね。Monsieur Koike avait trouvé refuge à Inawashiro, une autre partie de la préfecture de Fukushima, où les niveaux de rayonnement étaient inférieurs à ceux de la ville de Fukushima. Il a pris la décision de retourner à Onami, dans la ville de Fukushima. とりあえずずっと水位を見てたんですけど、2マイクロまで下がったんで、2マイクロだったら年5ミリシーベルトぐらいに収めるように生活していけばなんとかなるっ
かなと思って帰ってきたんですね。あと、まあ、年間5ミリっていうのは、まあ、一応ね、労災認定の基準、年間5ミリちょっとなんですけど。Monsieur Koike est maintenant rentré chez lui à Onami. Il est originaire de la région d'Aizu, à l'ouest de Fukushima, et avait déménagé à Onami. 25年ぐらい前かな、有機農業、うちの奥さんが有機農業をやりたいということで、山があって、で、畑を作れるような場所ということで、ここに引っ越してきたんですけど、奥さん名義でやるって言えば専業でやれるんだけど、やっぱりなんかダメなんですね、男じゃないと。今でもそうです。そうなんですよ。だから旦那さんがの名義で買うことに、買って農業を始める格好になってるんで、私の方はやっぱり山菜とキノコがあれば、まず天ぷらとかね、そういうのが美味しいので、そしたらもうわざわざ何も買ってくることなくて、もうそれだけで十分。朝行ってぐるっと回ってきて、採集してきたものでご飯を食べる。それが全くできなくなったっていうのが、楽しみがなくなっちゃったっていうのがね、やっぱりひどいですね。これはもう本当に。でも分かんないんですよね。東京電力の連中とおしゃべりしてても、うん、じゃあ買ってくればいいでしょ。買ってくればって、買ってきたものと取ったものは全く違うんだけども、わからないですね。それはやっぱり山の中で生活してる人間以外は本当にね、うん、おさのなければいいとこです。うちの奥さんはね、里山じゃなくて山里って言ってるんですけど、うん、山があって里が、ね、原発事故あった時、農薬が可愛らしく思えたって言いましたもん。最初に測った土がね、1万ベクレルちょっとぐらいだったんですけど、庭床が1万何千で、ごぼうの葉っぱが2万ベクレル、栗がダメなのと、あと何だろう、キノコはね、一昨年取ったやつはやっぱり2000ベクレルぐらい。まずキノコは食べない方がいい、間違いなく。Monsieur Koike et sa famille travaillent depuis de nombreuses années pour cultiver le sol pour faire de l'agriculture biologique. Cependant, ce sol a été contaminé par les radiations. で、除染しますかって言われたんですけど、うちの周りちょっとだけね、もうもったいなくて、いい土になったところは削れなくて、そのままでいいよって。